リハビリテーションという言葉は真ん中にハビリスっていうラテン語が入ってできた言葉なんですね。でそのハビリスっていうそういう言葉はね、ふさわしいとか適しているっていうそういう意味なんですよ。だからリハビリテーションっていうのは理念的なことで言えばね、これは人が人間らしく最後まで暮らし、そして、死んでも人間らしい姿であるかということになるんですね。哲学的に非人間的な状態になるんです。家にこもってて寝たきりという。でそこから人間を人間性を復活させよう、人間を復活させようというそういうことの願いがリハビリテーションの大きな願いですから。でそうするとせっかくこんないい、パンツができたんだからリハビリっていう名前つけてね、みんなこれ履いたからにはね、外へ行こうと。でそれはハビリスから出てきてそこへたどり着くわけですよ。だからリハビリパンツなんて普通のパンツとは違いますよと。これは自立するための、あるいはトイレに行って自尊を大事にするためのパンツなんですよ。これはね、私 の実経験と言いましょうか、私の母親をずっとお世話したそういう経験からも基づいてますけれども、これはね最後まで頑張って骨盤を立ててもらうということなんです。骨盤を立てて背もたれなしで座っていられればトイレに座っていられるんです。トイレに座っていられる、そうするとおむつを当てられなくてもトイレで自分で排泄できる。これが人間にとっての基本的なことです。これが第一。もう一つはトイレへ車椅子で連れて行った時にそこでしがみついてでもいいので立っててほしい。 2,30 秒でいいんです。 2,30 秒立っててくれると慣れてくればパンツの上げ下ろしなんかわけもなくできる。私でもできる。私でもできてた。それができればいい。だからそれさえできればトイレで自立して排泄できるんですね。そうなるように、あるいはそれを維持するようにしてあげるのが介護する人のこれは心意気でもあるだろうと思うんです。できるだけできるだけ元気で、で、まあ、動きが悪くなっても亡くなる間際ぐらいまでトイレに頑張っていけるっていう状況を作ってあげなくちゃいけない。でそれを支援するのがね、これが自立支援ですよ。そんな難しいことではないんだと。本人の自尊感情を高めてあげると同時にトイレへ連れて行ってあげるということを最後考えていれば、それ以外のことはご飯食べたらそういうことはできますよ。だから骨盤立てると、それからしがみついて立たせると、それだけを気をつけてやってくださいと。で日常の中にそれが入ってくるようにしてくださいと。